こんばんは。こんばんは。本日最後の配信になります。星投げカウントよろしくお願いします。さあ、ちょっと時間がないので手元で七並べしながら喋りたいと思います。ね、いよいよ本日最終枠になります。朝からね考えたらもうめっちゃ時間だってね、さっきを6時台に配信してあと6時間あるとか言っとったのに、もう6時間も経っちゃって、ひろしさんタコ、赤色サンタさんタコ、柴犬さんタコありがとうございます。って言っとったのに、もうそれがですよ。今日昼寝してない、レッスンあったのでね、昼寝する時間なかった。乾燥してないです。シークレットだけまだ乾燥してない。でもそれ以外は乾燥してね、あっという間に時間は過ぎて明日ラスト配信になります。セリアさんめっちゃ可愛いと、ありがとう。ソヤンさん、おいでます元気さん、ありがとう。ギフト、タネさん尊い、あら、タネさん尊いたわ、シェシェ。追い出しが明日ね、荷造り配信がいるんだったかもしれないですね。ゲットレディーウィズミー的な。まあリツイートしとこう、お休み前にリツイートして意味わかるかな。1週間の期間限定の共同生活、明日で最後ですがどうですか、どうですかって長かったですか、それとも早かったですか。最高ひまんちゅさん、くまたわー、ありがたわー。
しまんちゅさん、ありがとうわ。名残惜しい居心地良すぎて居座りたいって。いやいやいや、家主はこちらの何だよ。あら、MJ さん結婚してたわありがとうわみんなそんなここぞとばかりに求婚して、さあこの期間で何回プロポーズされたんでしょうね。ゆさなこさん、めっちゃ可愛い、ありがとうございます。カエルサンタさん、クマタワーありがとう。ね、テラスハウスじゃあ明日あの扉が閉まります。ガチャ。私明日出て行きますじゃなくて、私明日みんなを出て行かせます最後まで気が抜けない、それはそうです。本当に気が抜けないのでラストまでよろしくお願いします。皆さんね、明日はね、捨て星忘れてたとか星投げカウント忘れてたとかはもう許されませんのでね。あともしそれがあったとしても、さらには秘密にしておいてください。知らぬが仏ということで言わない。禁句です。そう、モチベ低下になったらダメなんでねしかもそこのファンの人も、うわこの人投げてなかったってなるからね。やっぱそこはって感じで、言わないでください。明日は休み取りましたって。おお、まあね、共同生活最後の日なんでね、一日中を共にする的な感じで。忘れたらこっそりギフト投げますありがとうございます。20世紀ともちゃん、タコ、ねえねえさん、サーフォンさん、ゆうちゃん、お疲れギフトありがとうございます。そうね、明日仕事場とか何かしら用があるよって人は、充電器、モバイルバッテリーは忘れないようにしてください。充電がなくなっちゃうとね、大変なことになっちゃうよね。うわー、びっくりした。テレビが無音でつけとったら、なんかでっかいフクロウが映った。スケさん、かわいいギフト、矢島さん、尊いかわいいギフトありがとうございます。と言って星投げカウント忘れなきようよろしくお願いします。この時間も もうできましたか皆さん。早いですね、仕事が早いですね。
ね。ほうこさんハートありがとうございます。じゃあ合わせれる人は7並べする2回ぐらいならできるかな。もうチャイナにも見慣れてきたね。何も思わんもうもはやコスプレという感覚もないぐらい。目がだいぶシュパシュパしてきた。朝霞さんかわいいギフトありがとうございます。頭につけてたらなくなってるやん。さすがに撮ったよ。51分24秒に押してみます。押してみます。もう合わせますとかじゃない、押してみます。多分時差があって間に合わないと思うんですけど、まあ押してみます。クイキさんハートありがとうございます。まあ多分間に合ってないですね皆さん。チャイナいいねってありがとうございます。星投げカウントよろしくお願いします。7並べもね、なんか7並べさまだ勝ち目あるんかな。なんかもう永遠にやっとっても全然もう上がらないんですよ。なんかポイントの精度変わったんですか。なんかね上がらなくて、もうずっとやってても上がらないんですよ。まあね、みんなもねイベントの星集めとか捨て星とか忙しい方もいると思いますが、上がらなくても困っちゃいますね。リーチさんかわいいギフトありがとうございます。1位はね結構取ってるんですよ。1位とか言って今3位だった。そうなんですけど、このまま行っても目が今月もう終わっ、目が死んじゃう。ゆうちゃんかわいいギフトありがとうございます。サラピー推しと対戦すると同士って嬉しくなる。いいじゃん絆。じゃあ54分ちょうどに押してみます。皆様も目をお休めつつやってください。こうはないか。一人ね、星投げカウントが終わりましたら本日の任務完了ということでありがとうございます。
なんか初訪問がダダダダっと来ましたね。初訪問の方もぜひ星野ゲカウントよろしくお願いします。完了って、ありがとうございます。おやすみなさいなおやすみなさいな、おやすみなさいな。もう眠みチャイナです。56分24秒に押します。最後かな、多分合わせれるのは。これ終わったらランキング読みます。明日はね、皆さん、はい、本当驚異の5時50分配信なのでね、捨て星が大変早くなっておるかと思うんですが、最終日なのでどうかよろしくお願いします。シシ、最終日なんでね、まあもうこんな早起きするのも今日で最後だって思って起きてください。まあ言うてね、昨日とかと10分しか変わらないんですけど、今日その分今日ちょっと30分ぐらい遅くしたので最終日なのでね、どうにかこうにか、もうみんなはメイクしなくていいからみんなはメイクしなくていいからさ、もうとりあえず携帯を開けてこう、もう半目でってやってくれるとね、力になります。ね、まあサラも朝配信はメイクしてないんですけどね、なんなら昼までメイクをしてない主婦みたいになってるんですけどね。サビも切るの頑張ってね。そうね、頑張ります。でも今回は寝坊をしてないとか言って調子の取ったら明日しかねないのでちょっと気をつけますけど、そうでもなぜか目ちゃんとね、目が覚めるようになったんですよ。1週間早起き生活したけん結構ちょっと健康チックかもしれないということで、58分になったのでランキング読みたいと思います。明日もゆかりちゃん登場します。そうツイッターにね、明日の時間とかはツイートしたのでツイートを見てください。ランキング読みます。かわれさんありがとうございます。48 INZ さん、24位タケトさん、13位ゆさなこさん、12位しばけんさん、11位ピロシさん、10位二十世紀ともちゃん、9位おいでます元気さん、8位あさかさん、7位ゆちゃん、6位やじうまさん、5位しまんちさん、4位たねさん、3位 MJ さん、2位セリアさん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。シェイシェイということで、じゃあ59分24秒に七並べをしたいと思います。それではね、本日も皆さんありがとうございました。今日もね、1位でゴールインということで、本当に本当にシェイシェイ軽なんかシェイシェイって言ったら軽く聞こえるけど、本当に本当にシェイシェイということで終わりたいと思います。明日朝早いですが、最終日もよろしくお願いします。1位で走り切れるようによろしくお願いします。まあ何があるかわからないのでね、でも本当に油断禁物ですよ。本当に本当に本当にですが、よろしくお願いいたします。ということで終わります。また明日を朝早くに会いましょう。言うて5、6時間後に会いましょう。バイバーイ。また明日5、6時間後
みなちゃいな。